はい、では運転変わりまして、 A さんに再びですね、ちょっと目的地の設定ちゃんとしましょうか。履歴からじゃあ戻っていきます。はい、お願いします。このぐらいの道だったら A さん的にはそこまで狭くないです？これだったら全然大丈夫です。あ、問題ないですね。はい、あとさっきですね、 A さんがまだまだ E ペダルに慣れないという話をしてたので、はい、この下り坂、加速減速繰り返される下り坂のコーナーの続くシーンでちょっとフィーリングをですね掴んでいただきたいと思います。はい、車の感覚に完全に慣れてるわけじゃないんですけど、はい、でも乗りやすいですね。あ、乗りやすいってところは感じますか？はい、運転しやすい。おお、やっぱり前半の動画でもお話しいただいたように車の幅の感覚とかですか？ですね、やっぱちょっと狭い道だとまだ怖いんですけど、全然それ以外ならこのぐらいだったら普通に、はい、運転できますね。今もですね、決して広々の道っていうわけじゃないんですけれど、このぐらいだったら余裕を持って走ってもらえるということで、割と運転しやすい車なんですよね。あれ？ここパノラマラインって言いましたよね。はい、言ってました。しまった、 A さん大変なことに気づきました。何でしょうか？私この間福島のなんとかライン1日で全部回るっていう動画作ったんですけど、はい、全然嘘でしたね。あ、確かにパノラマラインがここにありました。皆様申し訳ありません、あの動画嘘です。じゃあ探せば他にもありそうですね。ありそうですね。ちょっと改めて調べてみたいと思います。パノラマラインも全部走行できたわけじゃないので。そうですね、はい、ちゃんと登って下ってしないといけないですからね。一回まずは丸々ラインとにかくちゃんと全部走ってみて、その上で再度丸々ライン1日で走るをやらないといけないですね。このいわき市があるというのが判明した時点で1日で回るの結構ハードモードだっていうことが分かりましたけど、移動大変ですね。大変ですね。会津からいわき、はい、何時間かかるんですか？この間のだって5時間ぐらいかかってるんで、プラスこのいわきを含めると、いや、どこをスタートにするかにもよりますけどね。あとこのいわき市と福島のこの福島市の間にもなんとかラインがあるかどうかでだいぶ変わってきます。まあ、ここのパノラマラインをスタートにして、で前回回ったところ回って、で前回行けなかった西吾妻スカイバレーを走って帰ってくるというのができればいいなと思います。結構ハードスケジュールになりそうですね。だいぶハードですね。はい、スタート時間結構早くしないと帰れない。帰りの時間大変なことになりそうですね。大変ですね、その場合は。お、そしてですね、パノラマラインの頂上で 50% だったんですけれど、そこから下ってきて今バッテリー残量が回復しましたね。 2% 回復しました、はい、現在 52% で、いわき湯本インターチェンジから高速道路に乗ってまいります。はい、サクッと本線に乗りましたけど、 A さんここまでまだ短い区間ですが、岐阜運転していただいていかがですか？はい、ストレスがない車ですね。ですね。いや、私もなんか改めて助手席に乗っててもですね、本当に静かな車だなっていうのがよくわかります。正直言います、私リーフってなんかもうちょっとロードノイズとか大きかったんじゃなかったっけって今思ってるんですよね。そのぐらいですね、しっかりロードノイズを抑えられてて、かなり車の中快適です。本当に静かですね。静かですね。もちろんロードノイズ全くないとは言いませんけれど、でも今高速道路で一定のスピードで走っていて、で路面もそんなに滑らかな路面ってほどでもないんですけれど、聞こえてくるロードノイズってすごい耳障りの悪い音じゃないんですよね。さーっと、緩く聞こえてくるぐらいの感じで。おー、静かだなー。リーフ静か。
ビーフ好きになりました？なりました。よかったです。いや嫌いなわけではね全然ないんですけど、まあ、あんまりリーフに普段乗ろうってなってなかったんですよね、正直。父ちゃんの例も何か検証するんだったらサクラで検証しちゃうし、で長距離走るんだったらアリアに乗っちゃうしとかってあったんですけど、この中間のリーフを私あまり運転してなかったんですが、いやいいな、快適快適。私はリーフ好きです。知ってます。知ってました。いやそんなことないんですけれど、そうですね、 A さんに言われてリーフの良さ改めて分かりました、私も。はい、では常磐道から磐越道方向、郡山方面に向かって、インターチェンジを走ってまいります。はい、ではなんか微妙に雲行き怪しくなってきてるんですけれど、 A さんの運転で福島市の方まで帰ってまいります。はい、一気に走ってまいりまして、もう福島市に入っております。まもなくですね、福島西インターチェンジというところになるんですけれども、ここまで A さんにずっといわき市から運転をしてきてもらいましたが、どうでした？ストレスのない走りで、はい、全然疲れないです。ああ、よかったです。そう、まず A さん結構長距離ドライブ得意そうではあるんですけれど、その中でもですね、リーフストレスの少ない疲れない走り体感していただいたんじゃないかなと思います。で、燃費がですね結構上がってるんですよ。さすが A さん、エコ運転に愛されてるというところなんですが、今はどんな感じです？走行距離が 249.2km、はい、で平均燃費は 1kW あたり 6.0km ですね。で、はい、充電残量が 18%。 最初の A さん予想 22% 残しで到着だったんですけれど、これどうだろう。私が提案して寄り道をしちゃったので、ね、無駄にっていうと失礼ですけどね、無駄に峠道を登ってしまったとか、その辺の絡みも少しあるかもしれませんね。ちなみに私は充電残量 18% 残し到着予定だったんですけれど、この調子だと18も割りそうかな。ただ 1kW 当たり 6km、 そして今も 6.1km に増えてるっていうところで、ほんとどんどん燃費が、平均燃費が伸びてきております。でここからですね、今トンネルを抜けて比較的長い下り坂の区間になってますので、ここからさらに伸びていくだろうなというところ。であとですね、メーターの方を見ていただくと、今ここにあるのがですね、これが電気をどのぐらい使ってるかっていうゲージになりまして、今ちょうどですね、電気充電を消費もしてないし充電もしていないっていう、そういった状況になります。この下りの区間ですね、今緩やかな下りなので、減速をしない限りはトントンで走ってるっていうのは、そんなところになります。あ、今ちょっと、バッテリー使う方に一瞬触れましたけれど、はい。でこれがですね、充電したりしながら下っていくので、まあ、ほぼ福島西インターチェンジに着くまでの間でバッテリーのパーセンテージ減ることはないんじゃないかなっていうところですね。ほとんど減らないと思います。まあ、余裕を持って福島市に到着できるだろうとは思っていましたけれど、でも 10% 台までは来ましたね。まあ、250キロ以上走ってますからね今。寄り道をせず真面目に往復をすればもう到着しててもいいような距離数を走ってますので、ですが、まあ、今日一日リーフですね、福島市からいわき市の往復、冒頭でもお話ししました通り結構いい距離なんですよ。福島県からは出ないけれど、割と端から端っていうようなイメージになりますので、まあ、そういった中でもこのリーフの E プラス問題なくバッテリー残量に十分余裕を持って走ってくることができております。はい、では福島西インターチェンジ到着いたしました。高速道路を降ります。はい、ゲートを越えますと、あ、行きで福島西インターチェンジ
料金所無人になったかなんてことを言いましたけれど、そんなことなさそうでしたね。ちゃんと有人でした。失礼しました。ちなみに有人の料金所じゃないと高速道路間違って違うところで降りちゃったとか、道を間違えたとか、反対方向乗っちゃったっていう時の特別展開に使えませんので、ご安心ください。福島西インターチェンジ、多分特別展開今もできます。ちなみに特別展開に関しまして、詳しく実体験をお見せしながらご説明している動画ございますので、ぜひこちらもご覧ください。特別展開って名前だけかっこいいですよね。名前かっこいいですよ。やってることかっこ悪いですけど、ぜひ A さんも道を間違えて特別展開やってください。私は特別展開しないで降りちゃうと思います。あ、降りちゃうタイプですね。はい、特別展開の申請をしたくない。なんか恥ずかしい。まあちょっと恥ずかしいです、それはね、認めます。あと料金所の職員の方にもちょっとご迷惑をおかけします。やらないに越したことはないんですけど、ただ間違え方によっては結構料金変わっちゃうので、間違えないように気をつけます。はい、気をつけましょうね。実際特別展開して金額的にはまあなかったことになるんですけれど、その時間は失われたもの返ってこないので、私も本当以前桜で花見に行った時にやったのは、あれは痛手だったな。本当にあれはやらかしましたよね。本当にやらかしました。あれは、はい、私もびっくりしました。私もとても悲しかったです。まさか最後の最後で間違えると思わなくて、本当にやってはいけないところで間違えましたからね。あそこでやったかやんなかったかで充電必要か不要かっていうところまで変わりましたから。しかも充電カードも忘れてるっていう。そうなんですよ、はい、最悪なパターンになっちゃいましたね。はい、最悪なことやりました。そうなんです、皆様気をつけましょうね。本当にもう、ちなみに E ペダルとはちょっと仲良くなれました？ちょっとずつ、ちょっとずつですね、はい、仲良くなれたような気がします。はい、これからも E ペダルの車ですね、乗っていただく機会たくさんありますので、どんどん使ってどんどん仲良くなってもらいたいと思います。はい、ではスタート地点でした福島日産の福島大変支店、帰ってまいりました。はい、 A さん運転お疲れ様でした。ありがとうございました。お疲れ様でした。では最後の電費報告お願いします。福島日産福島大平支店を出発して走行距離が 261.3km で、平均電費が 1kW あたり 6.2km、 充電残量が 16% です。はい、ありがとうございます。まあ、ここ出まして、ずっと基本的に高速道路ですね、走っていわき市まで行ってまた帰ってきたというところなんですけれど、はい、こんな感じということで、はい、まあ、走行距離260キロ走っての 18% 残しなので、カタログ上の高速可能距離から比べたら結構低めに走ってきてるのかなというところもあるんですけれど、なんせですね、電気自動車高速道路を走るとどうしても燃費が落ちてしまう。これは、そもそも速いスピードで走るのにパワーも使うし、あとは空気抵抗も大きくなるからとか、そういったところがあります。先日の桜での燃費計測の際は、あえてずっと高速道路を使わずに一般道を走り続けたので、かなりいい燃費で走ってくることができた。今回はリーフの E プラスだからバッテリーに余裕があるので、高速道路をバンバン走っても、もう余裕を持って帰ってくることができた、そんなところとなっております。皆様ですね、電気自動車で遠出をするときどうなんだろう、ちょっと心配する部分もあるかもしれませんが、本日の動画、皆様の参考になっておりましたら幸いです。福にチャージ YouTube チャンネルは毎日更新です。チャンネル登録をしていただくと見逃しがございませんのでお勧めしております。また今回の動画いいなと思った方はぜひグッドボタンで応援してください。それでは次の動画でお会いしましょう。ではまた。